それではその中から荒川静香をご紹介しましょう。全日本ジュニアのチャンピオンです。去年この大会は第8位、13歳の中学2年生。彼女は5種類のジャンプは飛べるわけですね。飛びます。今やの全日本ジュニア選手権の女子はですね、はい、5種類のトリプルジャンプを全部こなさないと代表になれませんからね。それだけレベルが上がってきたわけですね。なかなか均整の取れた体でこのジャンプをクリアしていきます。